はい、おはようございます。ざれごと、たわごと、よまいごとの、MTF 塾女51歳、村田理香の YouTube です。特に意味はないです。今日はお休みなんですよ。はい。でお休みで、久しぶりにですね、お友達と、遊びまして、まあ、そのお友達というのが、まあ、純明さんなんですけれども、年は私と同い年なんですけれどもね、本当に久しぶりですね。半年以上か、7ヶ月、8ヶ月ぶり。はい。今日は、年がいもなく、2人で、スイパラ、スイーツパラダイスですね、いわゆるケーキとかの、ビュッフェバーキングですけれども、行っていきたいと思います。最近割とおばさんとの交流がおばさんなんて失礼な言い方してますよね、私ね。まあでも世の中で言えばおばさんなので、おばさんとの交流が非常に、多いですね。はい。まあって言ってもほとんど地元なんですけれども、先週末は、まあ、日曜日にお誘い撮影デートをいただいて、でまあそのために土曜日酔いどれライブはお休みということをお伝えしたと思うんですけども、その前日金曜日はですね、朝5時まで、飲んでカラオケっていう感じでした。おばさん3人で、酔いどれライブの確か2日目か3日目ぐらいの、何時間かの、映像の中に、私がスマホで撮ってもらったカラオケを歌ってるところが出してると思うんですよ。まあ酔っ払ってカラオケを上機嫌で歌うと、もともとアルフィーファンなので、中学高校ぐらいからですね、なので大体もう文字を見なくてもフルで歌い切れて、なおかつ歌い手さんに寄せて歌う感じで、歌い込む恋人たちのフェイブメントという、まあ、アルフィーのバラードがあるんですけれども、高見沢が歌ってるんですけどね、高見沢降臨でいつも歌うんですね。はい。まあ、その時に撮ってもらった人たちとまた同じ顔ぶれで、金曜日は、9時ちょっと過ぎぐらいから、まあ、1軒目焼き鳥バクバク、女子会で食べまくって、その後は安いカラオケ屋さんに行って、何でしたっけ、ナイトワークじゃないですね、ナイトパックっていうんですかね、朝5時まで、喉が枯れしまくって、まあ本当に、交流することは機会はあるんですけども、遠方の方はなかなかね機会ないですけど、すいません。で日曜日に無事お誘い撮影デートいただきまして、ありがとうございます。はい。またよろしくお願いいたします。はい。特にこの間のちょっと YouTube んだっけ SNS だっけって話した通り、別に私スポンサーさんとかパトロンさんとか募ってる人ではないんですよ。まあそれをもし求めるんだったら、花から新宿あたりを徘徊して、そういう支援したいという方々と出会える環境のお仕事に、ついて、チャンスを得る機会をというのがまあ道筋だと思うので、花からその気がないので、いわゆるニューハーフの方とか、まあ、おねえ丸出しでやられる方とか、まあ、いずれにしてもそういったいわゆるエンターテインメントよりの職種業種、ナイトワークですよね、
につけばいいんですけど、私がつかない理由はそこです。一人の一女性として、体制するために、社会に認めさせていくために昼間の普通の仕事にこだわり続けてやってますから、普通に昼間の仕事をやっている限り、そんなのスポンサーさんとかパトロンさんとか出会えるわけがない。村田理香に投資をして、どうなってこうなってこういうふうにしたい、こう育てたい、あるいはその活動を支援したいなんていう人は普通の仕事の状況ではなかなかいないでしょう。とはいえ、私村田理香に対して、女性周知日があるな、いいな、年の割には全く整形も美容も何もしてない、自然美の中ではそこそこいいかなっていうふうに思っていただく方に対価をいただいて、お誘い撮影デートということで、はい、それが生業生活になってきますので、いいなと思っていただく方には当然一人でも多く、ファンとしていていただきたいとは思うんですけれども、私からこびることはないので、はい、世渡り上手の罰当たりな生き様ってもうやらないんですよ私、はい、むしろ不器用だと思います。まあ信念を揺るがせないっていうところでもあるんですけど、もう散々ね、前世で世渡り上手の罰当たりで悪い人だったので、せっかくね村田理香に女性名改名許可をいただいてるんですから、あとはまっさらに生きたいなと、ありのままに生きたいなと、はい、野心で生きる人ではもうないので、はい、ということで、特定のそのスポンサーパトロンを必要としている生き様じゃないので一人でも多くのファンの方、いいなと思う方がいらっしゃったら、こちらまで村田理香と周知 AV なデートお申し込みください。そしてご依頼ください。そうするとそれ以降はもう普通に LINE だろうがハングだろうがメッセンジャーだろうが、ツイートだろうがいくらでもコミュニケーション取り放題です。ただそこの土俵に上がってない方でそれを望むのは無理です。できません。諦めてください。ただまあ地元は地元で交流があるので、たまたまこの数日は偏っておばさんばかりと交流します。そして今日もおばさんとスイーツ食べてきます。今日はこんな感じです。まあもうごくごく普通のが何をもって普通っていうのかちょっと定かじゃないんですけど、普通です。普段着です。はい、平日水曜日も私昼のお仕事お休み取ってるんですよ基本的には。月火働いて、水、お休み、木金働いて、土日は基本的には村田理香と周知 AV なデートのお誘いがいつでも入ってもいいように開けている、その準備をしてるっていうことで、仕事が入れてないんで、まあ、それが故に月収は少ないっていうところでもあるんですけどね本当に不器用ですね生き方がはい、ということでそろそろ10分になりますね。このフリーハンドの動画は動きがあっていいですね。ちょっと手が痛いんですけどはい、ということで、行ってきますはい、ではエンディングトークです。MTF 塾所、51歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは、行ってきます。